げのチンチョゲ、あふるる涙のつぼみからひとつひとつ香り始める。それはそれは空を越えて、やがてやがて迎えに来る春よ、時春よ。まぶた閉じればそこに愛を、嬉しい君の懐かしき声がする。我が心は今でも返事を待っています。どれほど月日が流れてもずっとずっと待っています。それはそれは明日を越えて、いつかいつかきっと届く。ありがとうございます。松任谷由実さんの本当にあの春よ来いですね。私はこう自粛中にいろんな曲を聴く中ですごいなんか心癒されてなんか救われたんですよね。大好きです。なんか曲の深さを感じて、そのユーミンさんがこれどんな思いで作られたのかなとか、ふとそういうことってなかなかゆっくり考える時間がなかったので、一曲一曲をこう大事に聴いていくということをこの自粛ですごくさせていただいてます。やっぱり朝はバッと光が入ってくると今日暖かいのかなって思うんですけど、まあでも4時半ぐらいになると急に寒くなったなと思うんですよね。だから風には気をつけて、
あれ風邪ひいちゃったかなって思う時もあるじゃないですか。ユーミンさんがお体のことを、ラジオで心配して話してくださいました。皆さん風邪に気をつけて、今日はユーミンさんの春よ来いをお届けしました。どうもありがとう。何で来たの今日は。ボルシェユーミンでした。どうもありがとう。見てください。